こんにちは、ゴドファーザーあの今日ね運動会やったんですけども屋内競技場だったんで、まあ、雨の心配はなかったんですねそのでっかいね公共施設の体育館の中でダーンとやったんですけどもあまりにも広すぎてその体育館のスペースの3分の1ぐらいしか使ってなかったんですがまあそれでもねのびのびとやってもらいましたえっ、ー、とねおおむね1時間ぐらいで終わったんですけどもまああっという間に終わったような感じだったんですがまあなんと言いますかね やっぱり感動しますね、うん、いい時間過ごさせてもらったなと思って終わった途端ね、まあ、ぐったりとしましたよ。<laughs> なんかねうんまあ、でも楽しかったなと思います。じんかジンとくるものがあってね、まあ、この気持ち分かち合うことができるでしょうかみたいな感じですけども、はいえーでね、あのビジネスのことなんですけどもやっぱりこういうふうにより具体的により明確にっていうのがなくって抽象的なまんまなんですよね多くの方は。 いつか自分の会社持ちたいな、いつか独立したいな、いつか投資をマスターしたいな、このいつか、いつか、いつかなんですよ。そうではなくて、明確に自分の人生に期限がありますし、あの定年退職の時までにお金持ちになっていければいいってもんではないと思うんですよ。やっぱり、一年でも早く、一日でも早く、時間とお金から自由になってね、40代の半ばぐらいで、早期リタイアみたいな感じですか。であとはもう 自分の人生を過ごせばいいと思うんですよで仕事と収入っていうのを分けて考えれるようになると仕事は仕事でギャラとか関係なくできるし収入は収入で安定する形を取れたしっていう形になるんですよねでも多くの方は現在ねその昭和型の働き方仕事が収入になるってことをやっちゃうんでなかなか仕事がなかなかね手が抜けないってことになると思いますでね今日も放送したんですけどもやっぱり自分の商品を売っていかないといけないんですよね でその中で自分の商品を売るの難しいよっていう気持ちはわかるんですけども、じゃあ、いくらの商品だったら作れますかいくらの商品だったら売れますかっていうふうに自分に問いかけてもらいたいんですよ。ね。それは、1円のものって作れませんかね ?1 円のものって売れませんかねどうでしょうかねめちゃくちゃに価値を詰め込んだものを1円って値段,値段をつけてね。それで、まずは売ってみる。限定10本でも、限定3人でもいいじゃないですか。そういうのをやってみたりとか、 通常価格は3万9800円なんと本日限り注文があったら1円ですみたいなねこういうふうなので試してみるとかで通常価格に戻してみるみたいなこともありますし先着3名の方だけ1名ってやるとねあのまあ余命以下ちょっと先着に漏れた方はすいませんけどもまあ3万9800円ってことはないんだけども,も3980円でいかがでしょうかみたいなねこういうふうなあのアップセルみたいなのもできるかなと思うんですよ。とにかく売り上げを立てようと思ったらいろんな作戦があります。 で、大抵のことはね、体験しなくても、知識があればできることばっかりなんですよ、今。だからね、やってみなくちゃわからないってことは、確かに、私たちの胸を打つんですけども、そんなことはないんですよ。やってみなくてもわかるんですよ、もうすでに。そういう時代になっちゃったんですよね。それが、あの、情報化社会って言いますかね。やらなくても、いろんなことがわかるから、やらずに、最短距離を取っていけるっていうことなんですよね。だからね、なんかこう、 そういった今お話したようなね言葉も実は情報発信のネタになるんですよ。何言ったか分かりますやってみなくちゃ分からないがもう古いってことなんですよ。やらなくてももう分かる時代なんですよね。まあその上でもねやっぱりやってみて確かめることの方が、うん、いいかとは思いますけどもでも全部確かめてみたら人生終わっちゃいますんでやっぱりねやらなくても分かることはたくさん増やした方がいいなと思います。その上でどうしても やってみないと分からないことは残ると思いますのでその時に初めてねやってみなくて分からないことをやってみればいいんじゃないかなと思います驚くほどそういうものって少ないってことに気づくと思うんですよ、まあ、まさにね情報の時代っていうのは自分が体験しなくても伝文によってその情報を知恵として授かるだけで問題が解決できていくっていうことになりますねえ昔からやっぱりねあ,のありがたい人の教えっていうのは結構自分がその体験して 知名度を浴びるる前に転ばの先の杖ってんんでですすかかねねもなよ例えばこのまままっすぐ行ったらどぶにはまりますよっていうふうなことを教えてもらったらい,いわけじゃないですかそっちの道に進まなければいいんででもやってみなくちゃ分からないっていうのでまっすぐ進んでいったらどぶに落ちて知名度を浴びてそこでジエンドになっちゃうんですよね、まあ、こういったこともやっぱりこう一つの気づきとして発信してみてはどうかなと思うんですよ要するに古い格言今もう古しみたいなね 新しいもの全てがいいってものではないんですけども確かに古いもので使い物にならなくなっちゃったものはね結構ありますんでそれをチョイスして10個や20個に並べてみるのも面白いかもしれませんねそれじゃあ本日は以上ですまた動画待ってます GOD FORZ